全国のキャンパーの方もキャンパーじゃない方もこんにちは、ヤッキンです。今回紹介するのはこちら、スノーピークから出てるテーブルウェアプレートです。今回はこちらを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではキャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げているので役に立つ情報がきっとあります。まだチャンネル登録してない方はぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。僕は普段こういうお皿っていうのは使わなくて、シェラカップを使ってキャンプ料理を食べることが多いです。大きいものもシェラカップからはみ出しても置けば使えますし、あとはカッティングボードですね、の上に料理盛り付けたりとかして食べたりすることが多いです。なのでこういうプレートは今まで使ってこなかったんですけど、この度キャンプ仲間とカレーを作ろうという話になりまして、カレーはシェラカップで食べれなくはないんですけど、せっかくなんでね、ちょっと大きいお皿も欲しいなと思いまして、カッティングボードだったらちょっとカレーはさすがに溢れてしまうなっていうのがあって、今回プレートを買いまして、こちらの動画でも買いたいものの中にこのプレートも入ってたんですけど、この動画の中ではこのスノーピークのプレートとベアボーンズのエナメルプレートで迷ってて、今回はこのスノーピークの方を買ったんですけども、ベアボーンズのエナメルプレートはエナメルプレートで後日買おうかなとは思ってるんですけど、今回はまあ新宿のアルペに買いに行きまして、で両方置いてたんですよ。このスノーピークもベアボーンズのエナメルプレートも置いてあって、でどちらか迷った結果このスノーピークの方にしました。理由はお値段はそんな変わらないんですけど、ベアボーンズの2枚セットでしか買えないという点と、ベアボーンズの方は白が欲しかったんですけど、まあ、白が売り切れてしまってたっていうのと、白はネットで買えばいい話なんですけど、まあ、今回カレー用ということもありまして、まあ、多分大丈夫だと思うんですけど、万が一カレーの色がちょっとついちゃったら嫌だなっていうのもうちょっと頭によぎり、今回はスノーピークにしました。多分エナメルなのでカレーの色が染みつくってことないような気はするんですけど、今回はこちらのスノーピークのステンレス製のテーブルウェアにしました。ベアボーンズのエナメルプレートの方はエナメル、いわゆるホーローですね、ホーローでできてるんですけども、でパッと見重そうなんですが、持ってみると意外とそこまでは重たくなかったですね。でこのスノーピークのプレートの方は 133.8g、 ちなみにこの大きさの方は直径が 21.1cm で、この高さ厚みですね、これが 1.8cm、 まあ一人で使う分にはこちらで十分だと思います。でお値段は1210円でスノーピーク商品にしてはお安いんじゃないかなと思います。でキャンプ道具としても、もうプレートのお値段大体、もちろん安いものは安いんですけど、樹脂製のものとか結構安かったりするんですけど、平均すると大体1000円前後ぐらいなので、そこまで高い価格帯ではないかなと思います。で結構スノーピークって高いものはすごく高いんですけど、安いものもあって、このプレートはまあ安い価格帯のものなんですけど、このプレートの近くに置いてあったチタンのストロー、これを4000円しました。プレートが1200円でストロー4000回っていうような感じなんですけど、なかなか値段が読めないんですよね。で基本はやっぱり高いものが多くて、まあ、お箸も4000円ぐらいしますし、ただマグカップとかシェラカップとかこういうプレートは割とお安いです。なのでほんとスノーピークは結構実物見てもお値段がよくわかんないです。実際値段見て知るという感じですね。予想がつかないですね。1200円でもちょっと高いっていう方はキャプテンスタックとかだったら600円ぐらいでありますし、あとはプラスチック製の樹脂製のお皿だったら何枚か入りのものでちょっとお安いものあったりします。あとは100均でもいいと思うんですよね、別にお皿ぐらい。ただやっぱりキャンプブランドのお皿が欲しいっていう方だったら、スノーピークとかもねすごく人気なので、スノーピークのお皿っていうとやっぱり所有欲も満たされるので、スノーピークのロゴもねここにまずついてるのと、ここにもついてて、後ろ側にこううっすらついてるんですけど、ちょっと見えにくいんですけどね、うっすらついてて、で表側にその後ろ側のロゴが見えないな、こうねうっすら映ってるんですよ。なのでこうちょっとね画面だと分かりづらいんですけど、スノーピークのロゴがですね鏡写しみたいにここには出てます。であとね、これはちょっと映ってると思うんですけど、こう円が何重にもなったような、これは多分作る工程でできる線だと思うんですけど、それがすごく美しいですね。で見た目も美しくて、お値段もお手軽でおすすめなので、皆さんも買ってみてはいかがでしょうか。では今回の動画はここまで、次回の動画でお会いしましょう。ではまた。